こんにちは、ジェマです。今回の動画では動画編集を始めたての方によくある疑問にお答えしたいなと思います。今回のこの動画では例えばサイズの異なる動画とか写真っていうのをこう混ぜこじにして動画を作った時って、結構左右に余白黒い部分が生まれたり上下に余白の黒い部分が生まれたりしてしまうことってありませんか？例えば結構よくあるのは動画は16対9っていう横長で撮ってるんですけど写真が4対3なのでそれを、混ぜこぜにして動画を作ると写真の部分の左右に黒い余白ができてしまったりとか逆に縦長の9対16で作っていて、そこに3対4の写真っていうのを混ぜると上下に黒い余白ができてしまったりします。でこれは、iPhone とかだったら標準設定の場合、動画っていうのは先ほども言ったように16対9縦の16、9対16ですねっていう、画面比率で撮影ができます。で逆に写真の撮影っていうのは、4対3ですね3対4、縦か横かなんですけどどちらかの、サイズで撮影するっていうのが、標準の設定になっています。で、私が使ってる iPhone 11 Pro とか、それ以上の上位機種とかっていう場合だと結構その純正カメラアプリを開いた時に写真のところで、4対3から16対9とかっていう風にサイズ撮影できる画面比率っていうのを変更するっていうことも一応可能です。ただ、中にはできないパターン機種をお持ちの方もいますし、基本はやっぱりね私も4対3で撮ってることが多いので、今回は動画編集をする際にそのサイズの異なるものを並べた時に余白っていうのを埋める方法をご紹介していきたいなと思います。その方法は2パターンありまして、まず1つ目っていうのは単純にその余白を埋めるようにその画像のサイズを引き伸ばすっていう方法です。で2つ目っていうのは画像自体の大きさは変えずにその余白部分をぼかすことによって、ごまかす、明らかに余白があるっていう風に見せないような作り方になります。今回使う動画編集アプリはキャップカットを使っていきますので早速編集画面に移ってやっていきましょう。はい、それではやっていきます。では今回は横の16対9っていう映像にこんな感じで、4対3の写真を入れてることによって先ほど説明したようにこの両端左右に黒い余白っていうのができてしまっています。なのでこれを余白のないようにこの余白黒い部分を埋めていきたいんですがそのやり方としてはその余白のあるところの画像この写真っていうのを選択していただいて、このプレビュー画面っていうのを2本指でこんな感じで拡大していただくと、こんな感じでぴったりと揃えることができます。なので余白がある場合っていうのはこんな感じでサイズっていうのを選択した状態で拡大していただくっていうのがまず1つ目のやり方になります。ただこうするとどうしても拡大した分この上下の上が逆にこうはみ出てしまって見切れてしまうような形になってしまいますので、こう上下していただいて写したいところにこう調整していただくっていうことも可能なんですが、それをせずに次2つ目のやり方っていうのはやっぱりこの背景が黒だから結構こう余白っていうのがすごい目立ってしまうんですけれどもそれをごまかすようなやり方になります。それはどうするのかというと一旦この先頭の画面で何も選択していない状態にします。その状態で下の段のこの機能のボタンのところを右にスクロールしていただくとここにキャンバスっていうのがありますのでキャンバスを押します。はい、じゃあここにいろいろあるんですけど今回はぼかしっていうのを選択していきます。はい、するとこんな感じでいろんなぼかし具合のものっていうのを背景にこの余白のところに置くことができるんですね。そうすることによってさっきまで真っ黒だった背景っていうのがこんな感じでぼかしが入ることによって割とこうごまかされるような感じに調整できます。こうすることによって先ほどは画面この画像っていうのを拡大して見えない部分っていうのが出てきてしまったんですけどこれだったら全部その写真全面を写しながら、背景黒い部分っていうのをごまかしてぼかすような、設定ができますのでぜひどちらかの方法で試してもらえたらなと思います。はい、で次は先ほど横長だったんですけれども縦長も同じです。今回こう縦でスマホを縦にして撮ったこの縦の9対16の映像の中に、こちらが3対4の写真っていうのを混ぜこぜに入れているような状態になってます。これによって先ほどは左右の余白だったんですが今回は上下に黒い余白が生まれています。これも全くやり方は同じなんですけどこの余白を埋めたい画像っていうのを選択していただいてプレビュー画面を
2本指で拡大します。はい、するとこんな感じ。まあ、今回は2人なんでそんなに見切れてはないんですけれども、これ3人以上とかだったら結構ね、1人がだいぶ端っこで見切れちゃうとかっていうことがあるんじゃないかなと思います。ので、まあ、そういう場合っていうのは2つ目の方法で、まあ、一旦何も選択していない状態に戻っていただいてから、下の段のこのキャンバスですね、右の方にあるキャンバスっていうのを押します。はい、でぼかしを設定して押していただいて、まあ、どれかお好きなぼかしのものを選ぶといいかなと思います、まあ、もしくはこれぼかしじゃなくってこの色っていうところだったら背景の色を変えることができるので、まあ、今黒だからかなりこう目立ってるんですけれども、例えば白にするとか、まあ、その画像の雰囲気によってこんな感じで色を変えることができますので、まあ、そこは写真の雰囲気とか色合いによって変えてもらうのがいいかなと思います。で、あともう一つちょっとお伝えしておきたいのが、まあ、ちょっと先ほどの、画像の方に戻るんですけれども、まあ、先ほどは一つだけこちらの、まあ、ケーキの写真に対して背景をこのキャンバスのぼかしから、ぼかしたんですけれども、もし、まあ、他にもこんな感じで余白がある画像っていうのがその後に続くような場合っていうのは、このぼかしにした時にですね、もう一回キャンバスを押してこのぼかしっていうところで、まあ、いずれかを選択した時にこのすべてに適用っていうのを押しておくと、すべてのクリップに適用されますので、余白のある画像がある場合っていうのは同様に背景にこういったぼかしが入るように設定することもできます。すべてに適用を押しておけば一発で全部に適用できますので、ぜひこちらも活用してもらえたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は、まあ、サイズの違う動画とか写真っていうのをまぜこぜに動画を編集した場合に起こる、まあ、余白部分っていうのを埋める方法をご紹介させていただきました。まあ、サイズを大きくするか背景をぼかしたりとか背景色を入れたりすることによって、まあ、その余白をごまかしたりっていう方法もありますので、ぜひどれかの方法を試してもらえたらなと思います。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。今回の動画が少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。また定期的にストア課の方でオンライン講座も開催しておりますので、気になる方はぜひ概要欄の URL から飛んでみてください。というわけで今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。